エスカッシャン、フィールドサポーターモッドクレストリースマントヘルメット、クラウン、コロネットコンパートメントチャージオーディナリーモッドオー画像、ファイルクラウンは国王や皇帝などの君主と王族並びに貴族にのみ特に許された紋章の構成要素であり、紋章の所持者の地位及び尺位等の異界を示す。紋章館とも言う、王国でただ一つの王を及び、 国王以下の爵位を示す古冠無理は厳しい規則のもとで使用される。ただし、ベルギー王国の場合のように、若干の君主は紋章に描かれたものと同じ王冠の実物を持たないこともある。クラウンは神々または彫像、例えばカルマパラマのブラッククラウンのようなそれらの苦笑によって宗教的な地位、または崇拝のシンボルとしてもしばしば使われ、 時売りその信者によって、より広範な使用のための模造品が使われる。クラウンは、その所有者の地位を意味するために、紋章の中に置かれるほか、エスカッシャンの中のコモンチャージであることもある。紋章の所有者が男爵またはそれ以上の爵位、および数カ国の世襲機種の称号を持つものである場合、エスカッシャンの上に爵位を示す古間を示すことがあり、 イギリスの紋章学では通常ヘルメットの下に置かれ、大陸ヨーロッパの紋章学ではクレストがあれば、クレストより上に置かれる。この場合、クラウンの形は厳しい規則に従う。国王の紋章には、ノルウェーのそれのように国王の冠を示すことがある。これらの冠の形は、それぞれの国の国王や、貴族の実際の冠の形に影響を受け、紋章には、体冠式でいただく。 実際の冠を忠実に模写したものをそのまま描くのが一般的である。英語では正式にはコロネットという語が君主以外のすべての貴族の冠のために使われるのに対しクラウンという語は君主のクレストを飾る冠のみに使われる。ただ王太子はクラウンプリンスと呼ばれているにもかかわらずその冠はクラウンと呼ばれたりコロネットと呼ばれたり統一されていない。 イギリスの貴族階級において、ドイツやフランスなどの他の地域の紋章の伝統もそうで、あるように、コロネットのデザインは、その所有者の階級を示す。一目してわかる、各館の特徴は、王族の冠にのみ、フラダありが飾られていること、公爵の冠は、イチゴの墓刷りのみであること。 公尺と白尺の冠は、イチゴの墓刈りと真珠の両方が飾られていること、死尺と断尺の冠は真珠のみが飾られていることで、ある。公尺館は八枚のイチゴの墓刈りを持ち、公尺館は四枚のイチゴの墓刈りと、実際には、真珠ではないが、パールと呼ばれる四個の銀色の玉を、白尺館は八枚のイチゴの墓刈りと八個のパールを、死尺館は十八個のパールを、そして、 男爵館は6個のパールを持っている。監修的にコロネットをいただく権利がある者は彼らの紋章のエスカッシャーの上、ヘルメットやクレストの下にそれを示すため、コロネットは特定の紋章の所有者を知る上で役に立つ手がかりとなる。イギリス王室のメンバーは彼らの紋章の上にコロネットを持っており、即意識でそれを身につけることがある。図示したもの以外に、プリンセスロイヤルや、 国王の追いや名のコロネットもある。これらはチャールズ2世がフランスでその贅沢な宮廷スタイルの様式を得て亡命生活から戻り王政復古した直後の1661年に彼が作った規則に従っており君主との王子の関係に応じて変化する。時折さらなる直居状が特定の個人のために冠のデザインを変えることがある。 カナダの紋章学において、コロネットは英国支持派からの出自を示すのに用いられる。ロイヤリストシビルコロネットはすべてのロイヤリストによって使われる一方、ロイヤリストミリタリーコロネットはアメリカ独立戦争の際に英国支持派の連帯に使えた祖先を意味するが、ロイヤリストコロネットは紋章だけで使われ、決して身につけられることはない。極めて多くの伝統とこれらのいくつかに、 多くのバリエーションがあるため、あり余るほどの種類のコンチネンタルコロネットがある。いくつかのコロネットがイギリス連邦の伝統の中に存在しない以外のためのものもある。古い、すなわち王国時代のフランスの文章学では、16世紀以前には階級を示すコロネットは用いられておらず、股ン無リは3本に見えるクロスが取り付けられた金属のンであった。なお、 このタイプの実物に被る股冠無理は見つかっていない。しばしば、コロネットはヘルメットによって変えられるか、ヘルメットにつけられるだけである。シュバルツ・ゾンダースハウゼン広告の紋章、公爵の帽子がある。神聖ローマ帝国とそれに連なるオーストリア、ドイツなどの国では、デザインは異なっているものの、イギリスと酷似したシステムを用いていた。より会の貴族または、 騎士のための通常の貴族館は、典型的に五つに見える先端に真珠を飾った八本の枝を特徴とする宝石のある金の館である。それらの中央と外側の枝は通常は葉であるが、他は真珠が先端に置かれる。しばしば、バイエルンとブルッテムベルクのような南部の州では、すべての枝の先端に真珠が置かれる。断尺館は真珠と七本の枝を示す。白は、 真珠を伴う九本の枝を示す。より古い家のいくつかは5枚の葉と4つの真珠を示している古冠無理を使っていた。いくつかの従属する軍と小さな広告は彼らと通常の白尺とを区別した他のタイプの召喚を持っていた。公尺下に類似している王子間は宝石と5枚の葉を伴う金の冠と頂点にインペリアルクローブを持つ3本に見えるアーチに 囲まれているシンクの帽子である。公爵のコロネットは5枚の葉を伴う金の缶と5本のアーチを持ち、アーチの間にシンクの布が見える。神聖ローマ帝国の非常に宗教的な性質を考慮すると、つかの間のナポレオン時代の国を除き、文章学の大陸宗教的なシステムは、歴史的にはイギリスのクラウンのようにそれほど手際よく管理されなかったということができる。 しかし、例えばしばしば神聖ローマ帝国につながるスウェーデン、デンマークまたはロシアのようなクラウンとコロネットの使用を含む伝統がある。大部分の言語がコロネットを指す特定の語を持たず、それぞれ単に冠を意味する語を用いるが、それらの冠のうちどちらが貴族の爵位かより低い位階の使用のために決めることがあり得、このように類推作用によって、古冠と呼ばれることができる。 王国時代、編集ナポレオン帝国、編集、森守。ヨーロッパの文章、文章学入門。シリーズ文章の世界。IPPP42ABCDEFGH 森守。文章学辞典。PPP73AB ブーテル、チャールズ・フォックス・デイビーズ、AC ・エド・ハンドブック・ツー・イングリッシュ・ヘレルドリー、ザ・ロンドン。 リーブスターナー、p p 1 0 4 1 5 6 h t t p w w w g u t e n b e r g o r g e t e x t 2 3 1 8 6ありがとうございます。